カレル・フイベールツは、ベルギーの作曲家である。フイバールツ、ヘイベルツ、フイバルツなどとも表記される。アントウェルペン王立音楽院で学んだ後、パリのパリ国立高等音楽、舞踊学校でダリウスミオに指示し、またオリビエ・メシアンのアナリーゼの講義を受講した。ベーベルンのピアノのための変装曲を研究し、1951年に、 完成した2台のピアノのためのソナタで、ブーレイズやシュトックハウゼンよりも先に音化と、デュナーミクとアタックのセリー化に到達、トータルセリエリズムへの道を開いた。また、1950年代には、電子音楽の作曲も行っている。その後は、先方性を取り入れ、ミニマルミュージックにも接近した。シュトックハウゼンから、私の唯一の作曲の先生とまで激賞されたが、 自身のアイデアを、おすそ分けしたシュトックハウゼンと諸般の事情で、絶好してしまい、断筆していた時期あるいは、前衛音楽から離れていた時期は、ベルギーの民間会社の航空家に翻訳で1971年まで勤務していた。その後、ヘントの電子音楽、音楽心理学研究所主任やブリュッセルのラジオ3の、現代音楽パーソナリティなどの職業を掛け持ちし、 ルーベンカトリック大学の教授に就任したのも1992年と、遅れ、その1年後に成去。ダルムシュタットからは早期に離れたが、フイベルズに研究した文献の大半が、騒音低主義音楽の道を切り開いたことと、シュトックハウゼンにアイデアを与えたことに集中しており、彼の全生涯へスポットを当てた研究は、あまり多くない。ポストセリー音楽の作品の上映も、 ベルギー以外では多くない。ベルギー人のクラシックの音楽家は、セリー音楽を推進したアンリップスール、ジーン、ルイス・ロバート、フイベルズの、ベルギー・サンバ・ガラスが、楽団から退場後、ほとんど前衛音楽に関与しておらず、現在ダルムシュタット書き講習会で脚光を浴びた、ステファン・プリンスを含めても、前衛音楽の関連文献がヒットするのは4名しか出ていない。 カレルゴーイーベイアーツ。ダニーマス。NL ダニーマス。2020年6月10日閲覧。アブソルートピュアティープロジェクテットイントゥーサウンド。ゴーイーベイアーツ。ハイデッカーアーリーシリエリザム。w w w j s t o r o r g スラッシュ。jstar.2020 年6月10日閲覧。カレルゴーイーベイアーツ。 エーベルジャンパイオニアオブシリアルエレクトロニックミニマルミュージック www.gstor.org.gstor.2020 年6月10日閲覧ありがとうございます